平成30年度広島県歳入歳出決算認定の件、並びに平成30年度広島県公営企業の決算の認定及び剰余金の処分の件を議題といたします。これから質疑を行いますが、発言時間は各委員、答弁を含めて20分以内といたします。発言時間の計測は、委員長席及び質問席の暫時、表示計によることとし、各委員の持ち時間が終了すると、質問席のランプが点滅します。20分間には答弁時間を含みますので、持ち時間が終了する直前になったら、質問を要望に変えていただくなど、委員の皆様のご協力をお願いいたします。また、答弁も質問の趣旨を組んだ上、的確かつ簡潔にお願いします。それでは、通告者に順次発言を許します。竹原委員。皆さん、おはようございます。自由民主党広島県議会議員連盟の竹原でございます。トップバッターを仰せつかりました。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、本県の財政状況についてお伺いします。県では平成9年度に財政健全化計画を策定して以来、20年以上にわたって財政健全化に取り組んでこられました。この間、公共事業は決算で比較すると、ピーク時の平成10年度には3469億円もあった普通建設事業費が、平成30年度決算では816億円と4分の1以下の水準となっています。また、職員数も警察本部や教育委員会などを除いた一般行政部門で、平成12年度からこれまでに 31%、1951名を削減されるとともに、職員の給与も平成11年から10年以上にわたり、昇給延伸や一部カットといった給与抑制措置を実施されるなど、それこそ血がにじむような経費の縮減に取り組まれたと聞いております。最初の財政健全化計画を策定して20年以上が経過しましたが、本県の財政状況はどのように推移し、現状をどのように認識しているのか、総務局長にお伺いします。総務局長。本県におきましては、バブル崩壊以降の景気低迷による県税収入の落ち込みや、過去数次にわたる経済対策のため、公共事業費を大幅に増額し、一時は普通建設事業費が3000億円を超える規模となり、これに伴い、県債を増発したことにより、公債費が急増し、財源調整的基金残高も大きく減少するなど、厳しい財政状況に直面いたしました。その後も財政状況を取り巻く環境は、国の三位一体改革による地方交付税などの大幅な削減や、リーマンショックを契機とした世界的な金融危機の影響に伴う景気後退による県税収入の落ち込み、少子高齢化の進展などにより、社会保障関係費が増額し続けるなど、厳しい状況が続いております。こうした状況を踏まえ、職員数の削減や給与減額措置などによる人件費の抑制、事務事業の徹底した見直し、公共事業費の計画的な削減など、財政健全化の取り組みを進めてきた結果、実質的な県債残高は、平成21年度をピークに安定的に減少し、財政調整基金は一定の残高まで回復したところでございます。しかしながら、過去に発行した県債の償還は、20年から30年にわたって続くため、財政状況の改善を図るには、長期的な取り組みが必要であると考えております。こうしたことから、現在の財政状況につきましては、過去の公共投資の影響により、実質的な県債残高は1兆1000億円を超える高い水準で推移しており、将来負担比率は全国平均を約50ポイント上回り、他県に比べてなお、公債費の負担が大きい状況にあるなど、
依然として厳しい状況が続いているものと認識しております。委員長、竹原委員。依然厳しい財政状況にあるとのことですが、次に今後の財政見通しについてお伺いします。平成30年度決算を見ると、国が元利償還金を全額地方交付税で措置される臨時財政対策債などを除く実質的な県債残高は、平成29年度から平成30年度のわずか1年間で332億円も縮減されました。また、主な財政指標を見ても、財政の弾力性を示す経常収支比率は 93.9% と、前年度から 2.4 ポイント改善し、財政構造の持続可能性を示す将来負担比率も 220.3% と 8.2 ポイント改善するなど、軒並み前年度から改善しております。さらに、民間企業でいえば、内部留保に相当する基金残高は、全体で3676億円と、前年度に比べ83億円も増加しており、平成30年7月豪雨災害に伴う多額の財政出動があったにもかかわらず、本県の財政状況は前年度より改善し、令和2年度を終期とする中期財政運営方針が掲げた財政運営目標も達成できるようにも思いますが、今後の財政の見通しについて総務局長にお伺いします。委員長。総務局長。これまで中期財政運営方針に基づき、徹底した無駄の削減や予算、人員の最適配分などを行う経営資源マネジメントの実施や、県債発行額の適切なマネジメント、財政調整的基金の活用など、計画的に取り組んできたところでございます。こうした取り組みの結果、平成30年度決算時点におきましては、経常収支比率は社会保障関係費等の増加により、なおも高止まりをしているものの、将来負担比率や実質的な県債残高は、おおむね計画通りに推移してきたところでございます。しかしながら、昨年の豪雨災害への対応により、大規模なインフラ投資を行うこととした結果、令和元年度におきましては、実質的な県債残高が10年ぶりに増加する見込みであり、将来負担比率も含め、中期財政運営方針に掲げる令和2年度の財政運営目標の達成は非常に厳しい状況にあると認識しております。また基金残高の増加につきましては、交際費の満期一括償還に備えて一定のルールで積み立てを行っている減災基金や、国の制度に伴い積み立てております地域医療介護総合確保基金などのその特定目的基金によるものであり、いわゆる貯金となる財源調整的基金の残高は決算ベースで昨年度と比べ38億円減少しており、さらに豪雨災害への対応のため、令和元年度に多額の財政調整基金を取り崩すことにより、基金残高は大きく減少する見込みとなっております。加えて30年度決算を踏まえた令和元年度9月補正予算までの創造的復興による新たな広島県づくりにかかる県債の発行見込み額は922億円であり、これらの償還に対する交付税措置を除く今年度の県の実質的な負担額は約270億円程度と試算しており、今後非常に大きな財政負担が見込まれており、厳しい財政状況が続くものと認識しております。委員長。竹原委員。はい。財政の見通しについても厳しい状況が続く見込みであるとのことですが、次にこのような財政状況を踏まえ、今後の財政運営についてお伺いします。豪雨災害を踏まえた県土の強靭化など、公共事業の充実、高齢化に伴う医療介護ニーズの増加に対応するための医療介護の人材確保、安心して子どもが育てられる環境を確保するための子育て施策の推進など、
県民の安全安心確保のために早急に取り組まなければならない喫緊の課題はたくさんあります。また今後人口減少が加速度的に進展し地域経済が縮小していくことも想定される中で県経済が持続的に発展していくためには新たな産業の創出や企業誘致既存の産業の育成などの産業振興や将来を担う人材を育成するための教育などの人づくりに中長期的な視点に立ち投資を行っていくことが不可欠であります。そのためには財政健全化一辺倒ではなく喫緊の課題と将来に向けた投資に必要な政策的経費を確保した上で財政運営を行った方が長い目で見た場合安定的な財政基盤を確保できるのではないかと考えますが今後の財政運営にどのように取り組む考えなのか知事にお伺いします。湯崎知事。本県の財政状況につきましては昨年の豪雨災害への対応により一段と厳しいものとなっておりますがこうした中におきましても引き続き創造的復興による新たな広島県づくりに全力で取り組むとともにこれまで進めてまいりました横ばいのライフスタイルの実現に向けて人づくり、新たな経済成長、安心な暮らしづくり、豊かな地域づくりといった各分野の施策につきまして歩みを止めることなく着実に取り組んでいるところでございます。加えまして中長期的な視点として現在検討を進めております次期総合計画の策定にあたりましても引き続き進行する人口減少、少子高齢化への対応や外国人材の受け入れ拡大など新たな展開を迎えるグローバル化への対応また 5G や AI といった急速に進むデジタル技術への対応そして頻発化する大規模災害への対応など今後10年間に予測される社会経済情勢の動きを考慮しながら新たな課題や変化に的確に対応し県政のさらなる発展につながる施策に取り組んでいく必要があると考えております。しかしながらこれらの施策を推進するための経営資源については今後の経済情勢が不透明な中にあって社会保障関係費の増加が見込まれるなど今後も政策的経費に活用可能な財源の大幅な増加は見込めない状況にございます。このため資源配分のさらなる最適化に向けて施策や事業等の優先順位付けや費用対効果の検証評価を徹底するなど適切に経営資源マネジメントを行い施策の推進と財政面への影響とのバランスを取りながら県政発展に必要な経営資源を将来にわたって安定して確保していくための取り組みを進めてまいりたいと考えております。竹原委員。今後次期総合計画の策定と合わせて次の財政運営方針の検討も進められていると思いますがぜひ政策的経費の確保と財政健全化の両立が図られた計画を策定されるよう要望しております。続いてどうぞ。続いて河川管理についてお伺いします。本県の公共事業の予算額は平成8年度をピークに大きく減少していることは皆さんご存知の通りです。行財政改革の取り組みを進める中で公共事業予算の削減は全国的に見ても当たり前のように行われています。平成26年8月広島豪雨災害の影響などもあり平成28年度平成29年度はなんとか県民の安全を守るための公共投資を積極的に進められてきましたが現状の予算ではまだまだ追いついていないと感じています。また昨年の7月の豪雨災害により本来やっていなくてはならない河川整備や砂防工事などをしていなかったがために被害を被った地域はたくさんあったのではないでしょうか。とりわけ河川内の堆積土等の除去が進んでいないことも一つの原因になったと思っています。河川内の堆積土等除去計画が平成28年3月に策定され平成28年度、平成29年度と増額予算を組んで取り組んできており河川の浚渫の予算額は平成22年度当初予算の 4.8 億円から令和元年度予算では 12.5 億円と10年で3倍以上
となっているものの、現場の現状を見ると、まだまだ取り組みが十分でないと感じています。そこで、河川内の堆積土等除去の現状と課題について、どのように認識されているのか、土木建築局長に伺います。土木建築局長。河川内の堆積土等除去計画の現状と課題についてお答えいたします。平成28年3月に策定いたしました河川内の堆積土等除去計画におきましては、平成28年度から令和2年度の5年間で131キロメートルの堆積土等の除去を実施することとしております。また、新たな出水による堆積にも対応しながら取り組んでいるところであり、これらの対応も含め、平成28年度から平成30年度においては、約100キロメートルの堆積土等の除去を実施し、3カ年での計画延長、約66キロメートルを大きく上回る進捗状況となっております。堆積土等の撤去の課題といたしましては、この度の豪雨災害のように、大きな出水のたびに堆積状況が変わり、新たに対策を実施する必要のある箇所が発生することもあるため、対策箇所の適切な見直しや、計画的な進捗に必要な財源の確保などが挙げられると考えております。竹原委員。はい、ぜひ必要な予算を確保していただき、今後の、続きまして、今後の堆積土除去計画の推進についてお伺いします。計画による除去は、平成28年度に9億円、平成29年度に11億円で実施し、平成30年度は当初10億円に8月補正5億円と9月補正5億円を組んで実施しました。また、令和元年度は当初16億円、9月補正34億円を組んでいます。これらの補正は、7月豪雨災害の影響で、河川に多量の土砂が流入し、緊急に取り除くために組んだということでありますが、こうした緊急対策が必要なほど、河川内にはこれまでにない量の土砂が流入し、堆積しているのだと理解しています。そこで、平成28年に策定した河川内の堆積土等除去計画で掲げている、令和2年度までにレベル3を解消し、レベル2の延長の約1割を削減するという目標は達成できるのか、また、豪雨を受けても被害をできるだけ軽減できるよう、計画的、積極的に除去すべき箇所がまだ多くあり、予算を増やして実施すべきと思いますが、土木建築局長の所見を伺います。委員長、土木建築局長。河川内の堆積土等除去計画の推進についてお答えいたします。河川の流下能力を確保し、機能の維持を図るためには、堆積土等除去の着実な推進が必要であると認識しております。このため、これまでも前年度を上回る事業費を確保し、堆積土等除去計画の前倒しを図るとともに、昨年の7月豪雨やその後の出水により、緊急的な対応が必要となった箇所につきましても、昨年度の8月、9月補正予算や、今年度の9月補正予算を活用して取り組んでいるところでございます。目標の達成につきましては、策定時に想定していなかった平成30年7月豪雨災害が発生したものの、レベル3については解消する見込みでございます。一方、レベル2については、河川の状況が大きく変化し、計画外の箇所も実施していることから、現在、整理を行っているところでございます。今後とも国に対しまして、交付金や記載制度の拡充を働きかけるなど、財源の確保に努め、堆積土等除去の加速化を図ってまいります。竹原委員。ぜひ財源を確保し、すべての目標が達成できるよう取り組んでいただきたいと思います。最後に、デジタルテクノロジーを活用した水害対策について要望をしておきます。本件では、平成26年に 8.20 豪雨災害、平成28年に福山市瀬戸川流域の浸水被害、去年の西日本豪雨災害と、この5年間で大きな水害が相次いで起きております。幸いなことに、今年においては大きな水害は県内では発生しておりませんが、全国で見ますと、8月には豪雨により佐賀県で大規模な浸水が、9月には台風15号により千葉県を中心に暴風による
住宅の損壊や大規模な停電が、そして10月には台風19号による記録的な豪雨により、東北、関東甲信越地方などで71の河川で堤防が決壊し、6万棟に近い家屋が床上、床下浸水するという被害がもたらされたところです。このように、近年数十年に一度といわれるような集中豪雨や台風が毎年のように発生し、全国各地で甚大な被害がもたらされており、先ほども指摘しました河川改修や砂防施設の整備、河川内での堆積土の除去など、災害防止のための公共工事を推進するとともに、災害から命を守るための避難などの行動を確実に住民に取っていただくことがますます重要となっています。県では最新のデジタルテクノロジーを活用して、さまざまな課題解決を図るオープンな実証実験の場として、広島サンドボックスを展開されておりますが、本年10月からは行政の課題に対して提案を求める行政提案型の公募も開始されております。今回の公募では、課題3つ募集されておりますが、河川管理や砂防対策に関するテーマは募集されておりません。先日の日経新聞で、浸水ハザードマップは時間による変化を反映しない。今後は国と自治体が連携し、今降っている雨からどのくらい後に、どこで浸水する恐れがあるかを住民に情報提供する体制を整えるべきだ。数時間後の浸水予想が画像や動画を活用して切迫感を持って伝われば有効な避難につながるとの専門家の提言が掲載されておりました。このような県民の有効な避難につながるデジタルテクノロジー技術を活用した洪水予測などのアイデアを広く募集してみてはどうかと思うことを要望し、私の質問とさせていただきます。